大阪医科大学 LD センター主催のウェブ講演会をご視聴いただきありがとうございます。ただいまより見る力を育てるビジョンアセスメントウェイブス応用編について奥村智仁先生にご講演いただきます。奥村先生は米国オプトメトリストの資格をお持ちで、現在大阪医科大学 LD センターで学齢期の多くのお子さんを対象に視覚関連のスキルの評価や指導を担当されています。また子どもの学習に関わるさまざまな研究にも携わっていらっしゃり、今回ご講演いただく視覚関連の検査ウェーブスの開発のほか、著書も多数執筆刊行されております。詳しくは講師紹介の画面をご覧ください。それでは奥村先生、まず本日の講演のポイントを教えてください。はい、で今回は見る力を育てるビジョンアセスメントウェーブスの応用編ということでお話をさせていただきます。でウェーブスはワイドレンジアセスメントオブビジョンリレーテッドエッセンシャルスキルズの略になるんですけども、日本語では視覚関連基礎スキルの広範囲アセスメントというふうに訳しています。で今回1回目の三浦先生が解説してくださったウェーブスの基礎編に引き続いて、より実践的なお話をさせていただきたいと思っています。で、まあ、評価点指数結果の解釈についてもお話ししていきますし、まあ、具体的な事例の結果を解釈するということにも触れていきたいと思っています。で、マニュアルには書いていない部分も含めて、まあ、いろんな実践についてお話をしていきますので、今すでに検査を何例か実施されているという方や、もうすでにたくさんの子どもさんに実施してもう少し解釈のところを、知識として取り入れたいという方におすすめの内容が含まれていますので、一緒に勉強していければと思っています。よろしくお願いします。こんにちは。視覚発達支援シリーズ検査編、見る力を育てるビジョンアセスメントウェーブス応用編を担当します。大阪医科薬科大学 LD センター奥村智仁です。よろしくお願いします。視覚発達支援シリーズは、今画面にお示ししていますように基礎編、検査編、トレーニング編に分かれております。今回は検査編、こちらの検査編の見る力を育てるビジョンアセスメントウェーブス応用編になります。前回三浦先生に基礎編のお話をしてもらいました。ウェーブスの検査の内容や検査方法、検査時の注意ポイント、あと採点方法などについて分かりやすく説明してもらいましたので、今回はその説明を受けまして、ウェーブスの検査結果の解釈、あと観察のポイントなどをお話していきたいと思います。で、次回の、検査編集機能では、ウェーブス以外の視覚に関連した検査方法や解釈についてもお話をしていきますので、そちらの方も興味がある方は聞いていただいたらと思いますし、トレーニング編では、その検査結果を受けて、どういう訓練的なことが合っているかとか、あと合理的配慮の内容などもお話をしていきますので、こちらもぜひお聞きいただければと思います。で、今回は50分の講義3本でウェーブスの応用、発展的な使用方法や解釈について解説をしていきます。で、まずはウェーブスの基礎の部分ですね、復習も一部お話をして、ウェーブスの結果と発達障害の関連を講義2でお話をしていきます。で、数値だけではなく検査実施時の子どもの様子を観察するこの質的評価っていう部分もお話をしていきますし、最後には事例紹介、あと事例の分析演習なども行っていきたいと思います。
目の中の水晶体を使ってピント合わせをする調節機能、あと視野、色覚、眼球運動、あと両目のチームワークの両眼視がこの視機能に含まれています。でウェーブスでは後でもお話しますが、この眼球運動ですね、であとこの眼球運動に関わる視覚的注意の部分を測定しています。で、この2番目の視覚情報処理系のとこですけども、これは、視機能と視覚認知と呼ばれるところで、2つ段階があります。視覚という、視機能の働きによって取り込んだ感覚情報、経験や知識のもとに、それがどういうものなのかということを理解すること。で、さらに、より高次の分析である認知の部分ですね。これは対象の意味や関係性を理解して、概念を構成するっていう、意味的な処理も含まれる部分になりますが、こういう、視覚情報処理系があります。で、三つ目、この出力系は視覚情報処理系の働きによって分析されちゃうなっていうふうに正答までたどり着けたりっていうこともあるので、いろいろ試行錯誤しながら、見て回答している。で、時間も結構使って回答しているっていうところがあります。ここ2分でここまでしか行けていないので、地図作りの、視覚の速度に関わる課題で得点の低下が見られます。ですので、話したように ADHD の小山さんでは特徴的な検査結果あるいはプロフィールが出てくる場合がありますので、そういうところをウェーブスの結果から読み取ってしっかりとその小山さんに合った支援につなげていくということも大事かなと思っています。はい、以上です。ありがとうございます。ウェーブスには目と手の共応という検査が含まれていました。この検査を実施することによって発達性協調運動障害の症状を捉える詳しく学ぶことができました。奥村先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。